なんくん、おでんでんでんデラックスさん、ゆうじさん、ありがとう。こんばんは。みちの指ムキムキないさん、ほんと大上さん、ありがとう。スカパラダさん、白い仕事着のみくちゃん、ありがとう。スカパラダさん、小林さん、ありがとう。こんばんは。下町ロケット、稲買ってた。うん、稲買ってた。文字打つの早いかな。そうかな。こうきさん、ホタテサマーさん、りょうたん、ありがとう。31分にコメントしたけど、数秒セリフ変。ごめんなさい。こんばんは。今日3回目の配信。鼻にチップの毛が滞在してる。鼻のどこかに。初リップしたけど帰ってこなかった。ごめん、仕事行く、バイバイ。頑張ってください。なんかでもさ、早いもの順とかだったらさ、なんかね、美容室なんとも頼んでないです。なんて言えばいいんだろう。なんとも頼んでないな。マセさん、七色シバニアさん、ありがとう。みちを押して2週間になりました。ほんと？そういう方が多かったリプで。でもね、なんかさっきがみちにめっちゃ会いたいらしい。自分もさっきに会いたい。ゆゆんちゃん、ありがとう。多分そう、自分もそう。あのね、なんか2週間前から押し始めましたみたいな、一週なんか気になってみ、あ、押して1週間ですみたいな、嬉しいと思ってさ。ビルマさん、ももさん、ありがとう。そう、嬉しいって思ってね、その人にね、飛んでみたらね、フォローされてなかったの。それが5、6、7、8名くらいいらして、あ、フォローしてない、私のことフォローしてないんだって思って。そう、あ、まあいいんですけど、そう、面白かった。未知のボボメ撮り始めた。わ、ありがとう。村田ゆりもありがとう。昨日からしてる。嘘。なんかさ、ねえ、押してますって言ってさ、あ、なんかメール取ってないとかだったらさ、まだねえ、メール取るのもさ、ちょっとさ難しかったりするしさ、どこのページに行けばいいんかとかいろいろあるじゃん。あの、何円かかるとかで、押してるってそう思った。フォローされてないのにツイートなんで分かったんだろうって。通知だけ取ってるとかがあるのかな。ありがとう。7時から配信。そうね、びっくりした。すごいすごいなって。そう、メールとかは有料だし、取り方とか難しいかもしれんけん分かるけど、ツイッターポチってするだけだし、惜しいって言ってたから、すごい不思議な方々だなと思って。そう、びっくり、面白かった。あ、そういうことね。あ、カズヒーサーさん、お誕生日おめでとうございます。お、よいしょ。カズヒーサーさん、おめでとう、おめでとうございます。おめでとう。でもリプ編は、あの、私のツイッターの
なんか、あ、携帯ここだ。あのなんかさ、通知のさ右側のやつ、アットマークリップみたいなやつだっけに北順から返してるんですよ。そうだからね、あんまり、あんまり、そう、来たまんま返してるんだけどね、まんまでもないっぽいんですよね、実は。なんか一回ふんって戻って、あ、戻っちゃったって言って、もう一回こうやって下に行ったら、なんか順番変わってたからね。そう、じゃがりこちゃん、タワーありがとうございます。みょうみょう、ありがとうです。お年玉？もしや、ありがとうです。お疲れって言ってください。お疲れ、お年玉の影響でむしろタワーが投げられない。あ、上げる側、テイク側、違う、ギブ側だ。祝ってもらってかなり嬉しい。お、よかった。うん。明日成人式。そうなの？コーヒーゼリー作ってない結局。じゃがりこちゃん、タワーありがとうございます。うわ、人生初タワー。みちもお年玉あげる側になるそうよ、ありがとう、すごい、ありがとうございます、ありがとう。アリのココア、確かにね、アリちゃん、ハッシーさん、ありがとう。お餅5個って食べ過ぎ、嘘。デブニャン、ダムノさん、ありがとう。大崎上島のカズさん、スカパラダさん、ありがとう。確かにな、マヤハちゃん、イガグリさんだ、イガグリさん、
ビルマさん、米太郎さん、のんちゃんはいつもみちょの話してる。そうなの？まだまだギリもらう側よ私。多分お餅5個食べて。でもね、顔がねもうね太った気がする。かわいい？リップ祭りの誘惑に惹かれた。うそ、絶対いつかいっぱいしたい。風を待つの振り付け知って、米津玄師さんと友達。そう、あの土屋太鳳さんのすごい情熱的なダンスをされてるやつの振り付け師さんなんです。ありがとう。クラさん、クラさんとありがとうございます。みょみょありがたいです。みょみょすごい。フラフラフラミンゴ、雪見大福。イモースの未知のチアガール、あれね、のんちゃんレクト言ってた。ほんと？え、ほんとに？のんちゃんレクト言ったの？すごい。後で見よう。前髪いい感じ。嘘、ふーちゃんに似てる？薄さがオフ。いちご大福いいな。あ、今日いちご食べた、いっぱい。今日チホンヌにあった。なんで、なんでチホンヌにあったの？いちごは途中まで練乳かけてたんですけど、練乳より生が好きだなって思ってね、途中からやめた。こんばんは。イエイ。え？もうお正月終わるの？嘘。フラフラ、皆さんいつまでお休みなんですか？ね、練乳ね。みちの真似っこしたのにリプ返くれた。あ、すごかった。はずまるくん、なんくん、ありがとう。今生きてるって感覚。嘘。自分最近、自分が本当に生きとんか分からんのよね。やばいやつだなって思われるかもしれないけど、明日までもいいかまで。こんばんは。たまにはいいんじゃない？何が？そういう感じも、そういう気持ちも、分かんない。なんか眠たいとかお腹すいたとかなんちゃらしたいっていう欲がないんですよ、全く。自分に今何が欲しいとか、多分すぐ満たすけんかもしれんけど、
なんとなくなんかうとうとしてたらさっと寝てたり、なんか気づいたら食べてたりみたいな、気づいてたら食べてたりはやばいそうなんかこうなんか自分じゃないって感じ、わかります？自分じゃない誰かがの映像を見てるっていう感じなの。ありがとう気づいてたら食べてたり、はちょっと違う、うんありがとう。受験乗り移られたんかなと思ったり、何かにあのガチで思ってます。誰かがいるんじゃないかなって、他の誰かが、私じゃない誰かが。どうすりゃいいのかな、この気持ち。うん、うん、アイライン、そう下に引いてる。しかも最近声が、そう声が低いんよ最近ね。思った？声が低いなって思って、声が低い人だ絶対私の中に入ってる、お医者さん。うーん、え、やっぱり声違うよね、なんでだろう、訛りも違うよね、なんかやばいやばい、地味か。こんばんは。うーん、怖いよね、声違うかも、やめて怖くなってきた、嘘。でもそれはあのテンション高い時がさ、年末続いたとかからじゃけんじゃない？声枯れたんかな？みちゅ、引き並びやめていいっすか？なんで？声変わり、うん、うん、うーやだ。皆さんはどういう時に生きてるって気分になります？生きてるって、お、トーカスタジオありがとう。スピンじゃない握手会、うん、ほんほん、お菓子食べてる時なんで、うん、ご飯お腹いっぱいだった時、お仕事終わり、美味しいもの食べた時、うん、ライブに行ってる時、みちに会う時おふうの笑顔を見た時、本人に言ってあげてください。それは大声で笑ってる時、あー、みちを見た時、うんうん、いいえ、犬に噛まれた時、痛いっていうね、いう気分ってことね、うん、うん、朝起きた時、笑いが取れた時芸人さん、みちにコメント読まれた時、うそん、生きてるって感じする、恐怖を感じたら生きてるって感じしない？あんまり最近なんか恐怖も感じないんだよね、感情がないというか、
みちにコメント読まれた。悩みはないんだけど、悩みはないんですが、だから余計にどうすればいいか分からんんですよね。日の出とか見に行ったらいいのか。帰省された、嘘、帰省中。こんばんは、ナイスミーチュー。12秒、もう大学1年生の年なんだけどね。息を止めた時、くしゃみですわ。確かにお風呂で吐ける息全部吐いたら生きてる感じした。本当？やってみよう。酔っ払って道路で寝てるとき、やばくないですか、それは。ダメだよ。スーさんさん、こぼしちさん、きくさん、ケイさん、イシケンマシンさん、麦茶ジエンドさん、おぎかつさん、マセさん、ウイケイくん、なっちゃん、クロイスさん、ヒロくんさん、ナンくん、カリスさん、ありがとう。トマピさん、クマありがとう。クマ Thank you。 急にいろいろ起きたから。そうかも。すごい、なんか今までなんか楽しみ、なんだっけ、なんて言えばいいんでしょうかね。なんか「コロイチさんありがとう」「爪切り失敗して指までいっちゃった時怖っ」「イガグリさんありがとう」。ゲームしたり顔が下向いてると気持ちも下がる。え、そうなの？じゃあ上に向いてやろう。もう49分。麦茶ジエンドさん、裕次郎丸さん、ありがとう。なんかね、そうなんだ、そのせいだ。そう、安定してると不安になる。そう、なんかノーエーマンとかで選んでいただいたり、とろみちこっこの曲ができることが決まったり、なんかいろいろそうやって、なんかことがなんか良すぎてわからん。なんか現実がなんか良すぎて、そう、大吉だったり。嬉しい悩みだけど改善策がないですよね。なんかね、だからそういいことなんですけど、だからなんか客観的に見てしまうっていうか、客観的じゃないけど、なんて言えばいいか分からんけど、なんかこうね、そんな感じなんです。どうすればいいと思いますか。そう、まああれじゃけん、やることなすことなんちゃらの種だったけん、
大丈夫か。わーいってなるけど、わーいってなるけど、なんでこんなにいいことばっかりだろうなんだろうってだろうなんだろうだなんだろうってなる。みちの声好き、ありがとう。上ばかり見てると下が見えなくて落ちそうで怖い。かっこいい。今村剛さん、クマありがとう。飛ぶフォー、運じゃなくて努力。初心を忘れず全力投球で。あー、そのさらに上に目標を立てて宝くじ。確かに去年ぐらいからそういう状態かも。あなたも。ともりんさん、大崎亀島のカズさん、ありがとう。うん、すごい皆さんがさ生きてきた中のさいい言葉がコメント欄にたくさん流れてる。うん、生き返る。シュビーン。うん、生き返ったかもしれん。ちょっとすっきりした、言ったらね。真面目にやってきたからよ。赤いさん、いいコメント欄だ。未知の握手券買っちゃった。オフの話をしましょう。こんばんは。先ほどありがとう。あ、ありがとうございます。あ、明日も七並べしよう。光合成を聞こう。転写高い。五光が指してた。本当？じゃあ生き返ったかも。うん、ありがとう、みんな聞いてくれて、私のこんな気持ちを聞いてくれてありがとう。みんなのおかげで生き返ったよ今村。90戦してみちと一回待たなかった。うそー、今日結婚してましたよ。55分。あ、イケボ。ちょっと最近声が低いんですよね。2019年声変わりの年かも。やだ、あのテンション高めに。僕もたまにみちに相談していい？全然全然、ぜひぜひお願いします。うん、ハート全部なくなった。一回もしてないから当たるわけない。なんで縁がないから。未知のイケボ好き。うそ、あと4日で未知に初めてお会いします。お、楽しみ。のどぼとけ、甘えてください。ヘラヘラ生きてるので悩みないです。そう、私もヘラヘラ成人だったのにな。悩みがなさすぎて悩みがないんかも。もう分かんない。もう分かった。分からんけど、いけた。あ、そういうことね。13位、キクさん、だるま。
12位、ゆうじろうまるさん。11位、ナナシーさん。10位、おぎかつさん。9位、ホタテサマーさん。8位、ヤッシーさん。お、北海道。7位、ナナナナムナさん。6位、トモピさん。おてもとにおてもとおてもていつせん。5位、ナンくん。4位、こぼしちさん。3位、すーさんさん。じゃ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 んじゃ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 んじゃ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 ん。2位、くらさん。そして1位はドゥルルじゃん、じゃがりこちゃん。ありがとうございます。くらさん、じゃがりこちゃん、タワー、ありがとうございました。ありがとうね。そして今日のラッキーナンバー22位はドゥルルルルじゃじゃん、アフロ台湾さん。ラッキーボーイ、お、間に合った。こんばんは、ありがとう。ラッキーボーイです。もうなんか言いたかった。あ、自己啓発本でも読もうかな。トロコッコがハマってたからね、ブッダの本とか。おすすめがあったら教えてください、ぜひぜひ。ムロデヨリーとかリプとか待ってますね、皆さんの、皆さんからのあれを楽しみにしてますので。あれでいつでも悩み聞く、ありがとう。好きです、ありがとうございます。この子は支えよう、ありがとう。それでは今日も一日お疲れでした。ありがとう、ロボチルポ、お休み中、また明日。ありがとう、うん、待ってます。また明日の朝、またにゃー、またにゃー。だってふくちゃんが映ってる、やばいやばい。またにゃー、またす。餅を食べ過ぎた人間の末路。